はい、どうも皆さんこんにちは、太陽歌です。今日もモンスターハンターフロンティア Z やっていきたいなと思います。よいしょっと。てなわけでね、今日もやっていくわけなんですけども、とあれ、よし、総合クエスト受付の今回のクエストが、ラージャン一等の修行ということで、ね、雪山の探索になるんで、ホットドリンクをね、一応持っておきました。うん。いや、なんかラージャンってね、なんか変なビームみたいなの打ってくるやつだよね。いや、怖いわー。なんだ、やたら長いぞ。なんだなんだなんだ。あれー、なんだこれは。回線の調子が悪いのかなー。はい、やっと来たー。おお、使ってくれるんだね。よかったよかった。これ来航中かな。いたいたいた。さてさて行きますか。ラージャンはちょっと広いところにいそうな気がするんで、ちょっと上の方かな。多分ここの外とか、かな。あ、一応、肉食べとこっか。よし、行こうか。ここら辺にいないかな。あの、ババコンガとかね、あそこら辺だとこういう広いところになんかちょびーっとね、いたりするんですが、いや、いるね。いや、まるでいるね。っていうかさ、これ画面明るくしすぎた、もしかして。やらかしたな、多分。これさすがに明るくしすぎちゃったかな。でもね、結構動画にしちゃうと、結構画面がね、暗いってのがよくあるんですよ。ザブッスーイ。なんでね、白いぐらいがちょうどいいのかもしれないですけど、これちょっと白すぎたかな。いやーいや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 、デンプシーロール、デンプシーロール、いや、デンプシーロール怖いよ。あ、寝た。いや、寝たね。カメ、よーし、やばいやばい。こいつデンプシーロールの使い手だから、ほんと危ない。いいよ、おいー、うー、ちょっとやばい。避けて避けて。お、すごい麻痺してる。おいー、ほい、切り上げ、切り下ろし、あれ、あ、真っ黒になったぞ。
はあ、なんだ、ああ、おい、ちょっと危ない、デンプシーロール食らっちゃう。いやもうデンプシーロールパネ、うぃーや。ちょっと危ない、危ないって。おら、いや、どこにいた？これ危ない。危ない、これ死ぬって。波動砲撃ってる、波動砲、これやばい。おっと、おら、よーしや。ちょっとこの雪山は白すぎたな、ちょっとミスったかな。もうちょっと明るさ絞ってもいいのかな。いや結構難しいんですよね、この明るいところとこの暗いところの差が。多分ね、今洞窟の中とかがちょうどいいんじゃないかなと思うんですけど。多分ね、暗いところはちょうどいいんですけど、明るいところはね、ほんと真っ白になっちゃうね、これ。次、もうちょっとだけ絞ろうかな、明るさ。これ、一回洞窟の中っていうか、暗いところにちょっと見てみたいな。多分、ここら辺がね、洞窟の暗いとこだと思うんで、多分、ここら辺はちょうどいいんじゃないかなと思うんですけどね。ほい。オッケー。ダージャン。いやもうほんとね、スーパーサイヤ人だよね、ダージャンって。よーし、帰ってきたよ。しまうと。よっと。んよし。はい。ってなわけでね、まあ、今回はラージャン一体を、まあ、狩りに行ったわけなんですけども、そうですね、まあ、次回はね、今、緊急クエストが発生って下に書いてあったんで、まあ、次回はね、ちょっと緊急クエストの方やっていきたいなと思います。お、明るくなった。でね、その明るさの方は、そうだな、多分ね、明るすぎなければね、いいなとは思ってるんですけど、今ね、あの明るさの設定で30にしてあるんですけども、31がマックスなんですけど、まあ、20ぐらいでもいいのかな。難しいところなんですけどね。まあ、その都度ね、ちょっと調整していきたいなと思います。それでは、最後までご視聴ありがとうございました。まだチャンネル登録されてない方いましたら、画面右下の私のアイコンの方をクリックしていただくか、画面左上の方にチャンネル登録はこちらというバナーの方があると思いますので、そちらの方をクリックしていただけたら大変嬉しいです。それでは、またねー。